メキシコ湾流はウィンスロー・ホーマーの1899年の油彩画である。これは火事のない小型漁船に乗って海の波と戦っている男を描き、そして10年間にわたって自分に関心を持たせたテーマに関する美術家の最後の表明であった。ホーマーはしばしばフロリダ、キューバ、そしてカリブ海で休暇を過ごした。 ホーマーは行くたびもメキシコ暗流を横切った。彼の1885年のカリブ海への最初の旅行は、その年の日付があるいくつかの関連する諸作品の霊感を与えたように思われ、それらの作品には、マストを奪われたボートの鉛筆デッサン、大きな水彩が、一き線、そしてボートの全部の、より大きな水彩が、メキシコ暗流の修作も含まれている。より後の水彩の修作が、 メキシコ湾流で、そこでは航行不能になったボートが黒人船員と体を打つようにバタバタしているサメを含んでいる。その上、他の関連する水彩画がある。1885年のサメ量は後に1889年のメキシコ湾流のために当てられ、そして1899年の水彩画、ハリケーンの後ででは、 一人の人物が浜にあげられたボートの横に意識不明で横たわり自然に対する人間の水彩画の物語のフィナーレを表している。ハリケーンの後でホーマー1899年嵐の後浜辺に打ち上げられた男を描く。この一連の水彩画とメキシコ暗流そのものの別の霊感であるかもしれないのはマケーブの呪いで。 これは英国の船長マケーブのバハマでの話で、彼は1814年に窃盗団に会い、近くの島に到着することを期待して、小型のボートをちんがりするが、しかし嵐に会い、後にナッソーで大熱で死亡した。ホーマーは物語の説明を保存し、そして旅行案内の中にそれを貼り付けた。 1898年12月と1899年2月との間のラッソーとフロリダへの旅行はその最後の絵の直前であった。ホーマーは1899年9月までに絵の制作に着手し、その時彼は描いた年代記的にはホーマーの最晩年の10年間の一連の主要な諸作品の最初、メキシコ・ワン・リューはその世紀の最後の年。 父の死亡の年に描かれ、そして彼の放棄あるいは傷つきやすさの感覚をあらわにしていると見られてきた。1900年に、ホーマーは、メキシコ湾流を、ペンシルベニア美術アカデミーで展示するために、フィラデルフィアに送り、そして後にその年に返却された後、彼は、私は、それがペンシルベニアにあった時以来、絵に描いてきて、そして大変よくそれを改良した。と書いた。 それどころか、絵の初期の写真との比較でわかるが、ホーマーは海洋を描き直したのみならず、右舷の原円を壊すことで変え、ほと、喫水線近くに赤を、さっと一筆、付け加え、ボートの名を、はっきりと判読可能にし、そして上左の水平線に船を描いたこれは、作品の後輩感を和らげるためかもしれない。彼はそれから、ピッツバーグのカーネギー博物館で絵を展示し、 そしてその代わりに4000ドルを求めた。1906年にメキシコワンリューはナショナルアカデミー・オブ・デザインで展示され、そしてアカデミーの審査員全員はメトロポリタン美術館に絵を購入するように嘆願した。作品の新聞辞表は様々であった。それはホーマーのいつもの作品以上にメロドラマチックであると見られた。フィラデルフィアの辞表者は 見る者が絵を笑っていたことに注意し、場面を、サメの群れが滑稽な感じで、自分の周りでワルツを踊っている一方で、ボートに横たわる裸の黒人と表して、絵を、微笑んでいるサメらと呼んだ。別の同時代の批評家は、メキシコワン流は、ホーマーの最高のキャンバスには滅多に見られない、関心のあるサンマーを表現していると書いた。同美術館は絵を、同年に買った。ホーマーの、 メキシコアンリューの意図は不透明である。絵はことに不可解な自立体エピソード、未解決な謎の領域を永遠に漂う海の繁事者と評されている。ブライソン・バローズはこれがもし望むなら偉大なアレコリーの構図をとっていることに注意した。そのドラマはロマンチックでヒロウィックなところがあり、ホーマーの初期の図解的な諸作品を思わせる。 逸話的な細部に取り囲まれた、禁欲的に運命に任せた男である。見る者が物語の説明を求めたとき、ホーマーはかなり怒って答えた、残念ですが、私はあらゆる描写を必要とする絵を描きました。私はメキシコ暗流を獣旅、横切り、そしてそれについてある程度は知っているはずです。ボートとサメは取るに足らぬ部外の問題です。 それらはハリケーンによって海に吹き飛ばされているのです。これらの宿女らには今は焦がされ呆然としている不運な黒人は救助され友人らのもとと自宅に戻され、そしてその後ずっと幸福に暮らすであろうことを告げることができます。ジョン・シングルトン・コプリー・ワトソンとサメ1778年ワシントンナショナル・ギャラリー・キャンバスに油彩。この絵は 一つ紙の19世紀のドラマチックな海洋絵画に、のみならず、ジョン・シングルトン・コプリー七1778年の作品、ワトソンとサメにもそれとなく言及している。アメリカン・ビジョンズ、ザ・エピック・ヒストリー・オブ・アート・イン・アメリカにおいて、ロバート・ヒューズは、ホーマーの絵をコプリーのそれと比較している。コプリーのサメのアは、形が異なり、そして10中89。 受け売りの話によるのに対して、ホーマーの和引く題材に対する美術家の親密さのおかげで引くサメの解剖学的構造を正確に捉えている。第2に、コプリーノ版では、救助は切迫している水平線は近くそして明るい色調で、そして校内の10中89ドックに入っている多くのボートが背景に見える。 ホーマーの絵は、円を描いて泳いでいるサメ、折れた、マスと、一人の人影、ぼーっと見える水上の竜巻、そして、外海があって、放棄感を与える。遠く、左にある船はあまりに隔たっているので、社会は存在しながらも、完全に到達不可能であると思わせるほどである。それは見るものに、これほど近いのにこれほど遠い的な状況を送る。これら二つの絵は、 直接性においてもまた対象をなす。ワトソンとサメには、普段の運動がある、前進する棒と、ヤスの突き下ろし、犠牲者に手を差し伸べる二人の男性、そして最後に、キャンバスから伸び広がるサメ。ホーマーの絵では、場面は、より性的である、サメらは、波間の、ドラクロアの、ダンテの小舟から、メキシコ湾流の棒と見えるサメらは、この小舟を、包囲攻撃する、 地獄に落とされたものらに比較される。ドラクロアのダンテのほぶウィリアム・ターナーの奴隷戦及びトマス・コールの人生の航路を含む他の19世紀の絵画への言及はその上注意された。これら3点の絵画は19世紀半ばのアメリカの公共美術収集の一つ、ニューヨークのジョン・テイラー・ジョンストンのそれにあって、そしてホーマーがこれらの絵をよく知っていたということは、 ありそうである。彼自身の作品の一つ、前線からの捕虜は、同じコレクションにあった。美術史家ニコライ・チコフスキー・ジュニアにとって、メキシコ湾流は、ホーマーの直接的な海洋体験よりも、ダンテの小船の拷問にかけられる人々に由来する、縁を描いて泳いでいるサメラ、奴隷船によって、霊感を与えられたドラマチックな海と空、そして人生の航路に類似する。 絵画的な発話のモードのために、これらの美術上の前任者らによって豊かな情報が与えられている。この絵の諸要素は、葬儀的言及を有していると解釈されているボートのへ先の黒い十字架に加えて、開いているハッチ、ロープ、折れたマストと破れた帆は、象徴的な意義のために印象されている。それとは、対照的に、 1876年のホーマーの絵、風が強まるのボートは、希望を象徴する、へさきの怒りを大きく取り扱った。メキシコ安流の船員は、これらの隠用を無視し、サメら、水上の竜巻に注意を払わず、遠くの船にも注意を払わず、そして、ロマンチックな傑作、ジェリコーのメルーズ号のイカダの楽観主義を逆さまにする。 ホーマーの電気作者アルバート・テナイク・ガードナーは、メキシコ・ワン・はこの美術家の最も偉大な絵であると信じ、そして美術批評家、サダ・キチ・ハートマンはこれをアメリカで描かれた最も偉大な絵の一つと称した。後の書評家はドラマの角と言ってもいいくらいのペーソスについてより批判的である。ジョン・アップ・ダイクはこの絵を有名であるが、 しかしそのサメの過剰殺害と水上の竜巻のために、不条理の瀬戸際にあると考えた。黒人アメリカ文化学者シドニーカプランにとって、メキシコアンリューは、黒人水上の竜巻と腹の白いサメとの間の、自分の最後を、金欲的にホーマー的に待っている不死の、黒人マイナスのイメージの傑作である。ピーター・ h ウッドは、絵を、 奴隷貿易及びその後の間のアメリカにおける黒人の状況のアレゴリーとして解釈する本を書いている。ありがとうございます。